寒いので温度上げてくださいって22度になったで問題用紙を集め終わった後にちょっと待ってくださいって言ってですね、外に出たんですよ。靴を置かなかったんですよ。靴を置いてください、靴を置いてください。Hello there! 始まりました。マイケチャンネルです。今回はですね、昨日受けましたですね、TOEIC 公開テストのですね、ちょっと起こった事件を話していこうかなと思いますね。まあ、昨日受験された方お疲れ様でしたですね。結局のところ TOEIC のですね、昨日のフォームはどうも3つあったみたいです。初めて聞く方のために話しておくと、TOEIC というのはですね、その1個のですね、同じ日にテストを受けるんですけどです、ね、フォームが複数ありますので同じ問題をですね受けているとは限らないんですよ。で、だいたいですねこのリサイクルされている問題っていうのがあるんですけど、それだと共通するんですね。リサイクル問題は全部共通で、それ以外はバラバラになるんですね。なので、あの、話が噛み合わなかったりすることが結構あるんですけども、それがまあ少なくとも3つはあるってことが、分かりました。で、昨日は韓国でも行われていたので、まあ合計すると4つのフォームがあったわけですね。で、韓国のものは全く別物で、で、日本のものは3フォームあって、で、共通している問題がいくつかあるっていう形だったんですね。っていうのが、まあ、昨日いろいろと調べてみて分かりました。でですね、まあ、今回のですね、受けた受験時の事件をちょっと話していきたいと思います。今回受けたところはですね、まあ、ある某大学ですね。すごく久しぶりに行ったと思います。もう何年ぶりかも覚えてないぐらい前に行ったところですね。なんか駅の風景で、あ、行ったことあるなって分かったんですけど、ものすごく現代化してすごい綺麗になってて、びっくりしましたね。全然違ってました、昔受けた時とイメージが。で、まあ、普通の部屋だったんですけど、結構ちっちゃい部屋でした、僕はですね。で、ただまあ冷房がちょっとねガンガン効いててですね、寒くて大変だったんですね。まあ、出席じゃないよね、テスト受けに来てる人、休みがだいぶ目立ってましたね。で、試験監督一人でですね、まあ寒かったんで、あの、お願いして、ちょっと寒いので温度上げてくださいって、22度になったんで、ちょっと24度まで上げてもらいましたね。ちょっとあんまり環境によろしくないですよね、22度にしてるっていうのは、冷房の設定が。で、まあ結構すごく優しいし、まあなんか正義感あふれる感じの試験監督でしたね。で、この正義感がですね、裏目に出るんですよ、この後ですね。で、どういうことが起こったかっていうとですね、まあ普通に、そうなんです、この集めるのが早かったんですよ、他の、今までのやつ、そうですね、今までの試験監督と比べて集めるのがかなり早い。で、理由は何かっていうとですね、この知ってる人がいるとは思うんですけど、この列ごとにTOEICって黒板に書いてあるんですね。何人座ってる、何人座ってるっていうのが書いてあって、で、それでまず最初に数字が書いてあって、で、その数字にですね、このまずこの問題用紙回収すると、そこにこう丸するんですよ。で、その後に回答用紙をですね、集めると、で、またそこに丸をするんですよ。で、これで非常に時間がかかるんですよ。毎回毎回全ての列見て、数数えて、丸、列見て、丸、列見て、丸、列見て、丸っていうのをやった後に、もう一回同じ作業を繰り返すんですね。なので、ものすごく時間がかかるんですよ。ただ、この試験官ですね、非常に優秀でですね、そんなことしなかったんですよ。わざわざ1列ずつ数えるのをやめてですね、2つの塊に分けてですね、1つの塊で数える、で、もう丸ですね、もう丸か、もう丸丸丸丸ってやってて、で、2つ目の塊でまた数えて、で、丸丸丸丸丸ってやって、で、あ、やった、今回早く帰れると思ってですね、この人優秀だなと思って、で、いちいち列ごとに数えない、もう足し算してやって書いてあったんですね、もうホワイトボードに、ね、あ、やった、この人いい人、優秀な人って思ったらですね、その後にですね、事件は起こったんですよ、ですね、まさかの。で、どういう事件が起こったかっていうとですね、彼ですね、なんとですね、ちょっとびっくりしたんですけどね、この一つ目のこのですね、数え終わった後に、この問題用紙集め終わって、問題用紙を集め終わった後にですね、ちょっと待ってくださいって言ってですね、外に出たんですよ。みたいな。いなくなったんですよ、試験官が。何なお、どうしてみたいなですね。それで回答用紙集める前に、いなくなったんですよ。
で、なんでこんなことあるんだなと思ってですね、ちょっとびっくりしたんですけど、で、戻ってきて、別の人と一緒に戻ってきて、相談してるんですね、その人とですね。で、その女の人は、その相談してる相手、まあ男の人なんですけど、この試験官は。で、そこで相談してる女の人がいて、上司かなんかわかんないです。その女性が言うには、ですね、だからとりあえず回収しちゃってくださいですね、もう回収してくださいって言って、そのせっかくすごく早く終わったのにですね、どん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 もう横に抜かされていくわけですよ。どん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 他の人が帰っていっちゃうですね、他の教室の人たちは帰っていくのにこっちは終わらないって、ね、で聞いてみるとですね、分かったんですよ。そうなんですよ、試験終わるときにですね、まあ、前回の試験監督もそうだったんですけどですね、鉛筆を置かなかった人にですね、鉛筆置いてください、鉛筆置いてくださいってですね、前回のですね人はもう激怒プンプンまでですね、ものすごく怒ったんですけど、今回の人は普通にただまあ置いてください置いてください置いてくださいって言っただけなんですけど、それそうです、もうその人をいわゆるですね、もうカンニングというんですか、わかんないですけど、だからインチキというかですね、試験のルールに従わなかった人っていうので報告してたんですよ。そうだから、その人をどうするのかっていうので相談しに行ってたんですね。これは初めて見ましたね。そう、前回の人はすごい怒ったはいいです、怒るには怒ったんですけど、別にその人を失格にしたりとかですね、叱った相手を失格にしたりとかはしなかったんですけど、今回の人はですね、失格にしようとするのかどうしていいかわからないと思うんですね。これも試験時間外にマークをしていた人として、それで報告したんですよ。で、それをどうしたらいいのか、回収したらいいのかとか回収しないのかとかですね、それで悩んだわけですね。まあこんな人もいるんだなと思って、正義感が強かったせいですね、そのせいで僕らは退出できずにすごく待たなきゃいけないっていうことになりましたね。ちょっとね、本当は教室にずっと残ってですね、結局その人が怒られるのかどうなのかとかっていうのをですね見たかったんですけどですね、まあ時間もなかった、早く帰って早く動画撮りたかったので帰ったんですけど、ね、あ、こんなこともあるんだなと思いましたね。初めての経験でした。まあトイック受けてるといろんなことがあるんだなっていうのがよく分かった回でした。はい、で、今回はこんな形でですね、トイック受けたですね、ことについていろいろ話してみましたですね。皆さんもですね、受験してそういう経験があったらですね、ぜひですね、Leave comments below、下にコメントください。はい、ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.